はい、おはようございます。翼です。け、じゃあ試合当日です。まあホテル隔離されてるんですけど、やることなくて、いつも試合前、だいたい後楽園の、あそこ見えますかね、あのショッピングモールあるんですけど、近くのとこ行ったりして、あの散歩みたいなしてるんですけど、まあそんな感じです。まあが9時半なんですよね。だから特にやることもないんで、まあ、ストレッチだけちょっとして、まあ、今から先ご飯食べてストレッチする感じですね。はい、まあもうホテルでずっと YouTube 見て過ごします。 YouTube 見てレゲエ聞いて、で今から朝レッドブル飲んだんですけど、ずっとモンスター、まあ、ちょっと時間空けて半身浴してて、さっきまで、でまあ外出れないんでお風呂で体温めちょっと温めました。で今から一番好きなモンスター飲んでまたゆっくりしたいと思います。今からセットしたいんですけど、いつも試合の時髪セットしてちょっとかっこよくしていくんですけど、で、これが、アポルくん、レゲエのアポルくん、レゲエ DJ 好きで、そこと、アポルくん行ってる美容院に行ってた時に叩いたやつなんですけど。これで頭をシルバーにしたいと思います。今ちょっとまさまってるんですけど、まあ、毛先だけなんですけど、シルバーになってて、これで、がっつりシルバーにして、で、これと、普通のこのワックスを混ぜて使います。絶対いきます。大体いつもこんな感じでセット、これぐらいですね、5分かからんぐらいでいつも終わります。今からホテル出て会場向かってます。
OK OK。OK OK ここだぞ、ここ行け、落とせ、落とせ、行け、よし行け、行け。ナワーのスリー、よく見ろ、よく見ろ。スピードだ、翼、スピード。オーケー。家帰ってきました。今回の試合は、自分的には全然ダメな試合でした。思った以上に、やっぱり2階級上げてるんで、思った以上に相手もタフで、前の階級なら倒せてたパンチでも、やっぱり耐えてそのまま打ち返されたりしたんで、で、パンチもらって、と聞いて倒れて、プロになってから初で倒れたんですけど、いやほんまに今回の試合で応援してもらってる強さというか、応援してもらってる、倒れた時に応援してもらってる人とかの顔とか見たら、いやここでちょっと頑張らなあかんなと思いましたし、ほんまに次11月3日にあるんですけど、それまでに今回の課題を少しでも減らせるように毎日練習していきたいと思います。これで今回ほんまに応援ありがとうございました。